アンドレ・シュールレこと、アンドレ・フォアスト・シュールレは、ドイツルートビヒスハーフェン・アムライン出身の元サッカー選手。元ドイツ代表。現役時代のポジションは、ミッドフィールダー、フォワード。マインツ地元のルートビヒスハーフェン SC でサッカーを、始め、2006年に1、FSV マインツーゴのユースチームに移籍。2009年8月7日のバイエルレバ空前戦で、 プロデビューを果たし、9月11日の VFL 暴風ム戦で初ゴールを記録。1年目の2009から10シーズンから33試合に出場し5ゴールを挙げた。2010年9月、翌シーズンからレバー空前でプレーすることが発表される。マインツでの2年目にして最後のシーズンとなった2010から11シーズンは34試合に出場し、 クラブ記録となる15ゴールを決めた。レバー空前2011年夏に、レバー空前に移り5年契約を結んだ。チェルシー2013年6月13日に、チェルシー FC に移籍が決定した。厳しいレギュラー争いの中なかなか、レギュラー定着とまではいかないがコンスタントに出場を、果たし、2014年3月1日のプレミアリーグ第28節。 フラム FC 戦では、ハットトリックを達成、勝利に貢献している。2015年2月に出場機会を求めて、ボルフスブルクに移籍したシュールレーだが、チェルシーで過ごした日々について、僕のチェルシー意気は、間違いなく、失敗ではないよ。最初のシーズンはチャンスを生かして、貴重なゴールを決めたからね、とコメントした。また2014から15シーズンにチェルシーは、 プレミアリーグを優勝したことに、モーリーニョ監督からシュールレにも優勝メダルをと、お祝いのメールを送っていたという。ボルフスブルク2015年2月2日、VFL ボルフスブルクに完全移籍することを発表し、約1年半ぶりのブンデスリーが復帰となった。契約期間は2019年までとなる。イギリス紙、デイリーメールは、 推定移籍金2400万ポンドが支払われたと報道している。ボルシアドルトムント2016年7月22日、ボルシアドルトムントに完全移籍することを発表した。2021年6月までの5年契約を締結した。2018年7月25日、プレミアリーグフラム f c エニシーズンのレンタル移籍が発表された。 久々のプレミアリーグで24試合6ゴールを決めたもののチームは19位に終わり1年でエフルチャンピオンシップに降格2019年7月31日 FC スパルタクモスクワと1年間のローン移籍に合意したこのシーズンには13試合出場し1得点を挙げたが買い取りオプションは行使されずドルトムントに返却された 2020年7月15日にドルトムントとの2021年までの契約を両者合意の上で解消した。2日後の7月17日、自身の SNS 上にて現役引退を表明した。2010年11月のスウェーデンとの親善試合でドイツ代表として初出場を果たした。2011年5月29日のウルグアイ戦で、 代表初得点を挙げると、続く6月7日の UEFA ユーロ 2012, 予選のアゼルバイジャン戦、8月10日のブラジル戦、9月2日のオーストリア戦でも得点を挙げ、4試合連続ゴールを記録した。2012年6月には UEFA ユーロ2012のメンバーに選ばれ、準々決勝のギリシャ戦を含む2試合に出場した。 2013年10月15日のワールドカップ予選、スウェーデン戦で、ハットトリックを達成した。2014FIFA ワールドカップでは、グループリーグのガーナス戦を除く6試合に途中出場。決勝トーナメント1回戦のアルジェリア戦では、延長前半に先制点を挙げ、準決勝のブラジル戦では、後半に2得点を挙げた。 7から1という歴史的対象を収めた一戦について僕がピッチに入った時すでに5から0だった。ブラジルの選手は疲れてもうプレーしたくないという状態になっていたよと振り返った。ブラジルにはオスカルとウィリアン、ラミレスとチームメイトが多数在籍していることもあり僕は仲間を抱きしめる必要があったとコメント。彼らは 非常に悲しみ泣いていたよ。彼らには、新シーズンに、チェルシーで僕たちが何か大きなことをやると伝えたんだ。それでも、ああ言った時は彼らは何も聞きたくなかったと、仲間の心情を思んぱかった。決勝戦では延長後半に、マリオ・ゲッツェのゴールをアシストし、ドイツの東西統一後初となる優勝に貢献した。ありがとうございます。